日経平均は9日続伸、今年の最高値更新が続いています。今日の値動きはどうご覧になりますか？そうですね、本日は昨日のですね、欧米株式市場がアメリカの経済指標の良好さからですね、堅調に推移したこと、そして為替市場ではですね、1ドル118円台までですね、為替がドル高円安にですね、なっているということもありまして、このあたりを受けてですね、19,400 円台を回復するということで、9日続伸となっています。業種別騰落率を見ましてもですね、素材ですね、それから電気、機械、輸送用機器、それから金融株といったですね、景気敏感株が買われておりまして、このところアメリカ、ヨーロッパ、それから中国、日本と、良好な経済指標が続いていることを反映したですね、展開だと考えています。